こんにちは。福岡県久留米市で浮気調査ができる探偵事務所を探していますかこの動画では福岡県久留米市の浮気調査ができる探偵事務所の選び方についてお話をしています。浮気調査ができる探偵事務所の選び方、ポイントはこの3つです。1つは料金が明瞭であること、2つ目が対応が親切であること、3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。1つずつ説明をしていきます。 まず料金が明瞭ということですが、今探偵事務所では主に3つのパターンで料金設定をしています。1つ目が時間料金型。これは調査費用が数時間や数日間とあらかじめ決められているものです。調査対象者である配偶者の行動パターンがある程度わかっている方におすすめです。2つ目がパック型。これは調査期間を長期間で設定するものです。 つまり、配偶者の行動パターンがいまいちわからないという方におすすめです。三つ目が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切ということですが、この場合の親切というのは、こちらの話をよく聞いて、情報を多く仕入れようとしてくれる、そういった探偵事務所を親切と言います。自宅に近いエリアにあるということですが、自宅から遠い探偵事務所を選ぶといろんな費用がかさんできます。 よくあるトラブルをご紹介します。料金設定が明瞭でない探偵事務所は追加料金が次々とかかることがあります。例えば、浮気の証拠写真代いくらというふうにかかってきます。成功報酬型についてですが、この成功報酬型というのは、もし浮気の証拠写真を撮ら撮れないときには代金をいただきませんというようなことを歌っているものです。これ一見いいように思えるのですが、 やはり探偵事務所もボランティアでやっているわけではありませんので何らかの対価を要求してきます。基本料金を設定していることが多いですが中には浮気をしていないのが証拠。つまりあなたの配偶者は浮気をしていないということがわかりました。これは証拠と言えるので成功報酬をくださいと言ってくることがあります。ところがよく調べてみると配偶者は浮気をしていたというケースもあるので注意が必要です。 話を受け流す探偵事務所。これはいい加減な調査をすることが多いです。情報を詳しく仕入れていませんので、いい加減な調査をした挙句、こちらが思うような調査結果を得られないということがあります。自宅から遠い探偵事務所。これは交通費や宿泊費などがかかってきます。結果として調査費用が高額になってしまうことがあります。また土地勘がないので詳しい調査をしにくいというデメリットもあります。 もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。